日産、ノート、ノート、ノートは、日産自動車が製造、販売する、ハッチバック型の乗用車である、欧州では、小型ミニバン、または、ミニ MPV に分類される。マーチなどにも採用される、B プラットフォームをベースに開発された。初代型は、当初1.5リットルエンジンのみが用意され、他の1.5リットルクラスの車よりも価格が安く、設定されている。 また、2008年10月には1.6リットルエンジン搭載グレードも追加された。日産の世界戦略車に位置づけられている。なお、日産の車両形式の基準では、新型車は、末尾の数字が0となることが多いが、E10 は、チェリーで使われていたため、初代型は E11 となった。このことに関して、中村史郎常務は、C ピラーにそこは、かとなく、面影が、 と語っている。2012年平成24年7月16日に横浜市の大桟橋で新型グローバルコンパクトカーとして世界初公開され、同社は日本において2代目ノートとして9月に発売することがアナウンスされた。その後、2012年平成24年8月28日に公式発表、9月3日に販売開始された。 開発責任者は商品企画本部の皆口美恵が務めた。女性の開発責任者は日本の自動車メーカーでは初となる。エンジンは先代の1.5リットル1.6リットル直列4気筒から1.2リットル直列3気筒にダウンサイジングされ直噴ミラーサイクルエンジンと高効率スーパーチャージャーを組み合わせた。 生産は、追浜工場から日産自動車九州へ移管し、年産12万台を予定。2013年、平成25年に発売予定である欧州では、英国日産自動車製造サンダーランド工場で生産予定となる。他に、北米でも生産し、世界生産、販売台数の予定は、年間35万台と発表。 日産自動車の西沢正明常務執行役員は、国内では、モデルライフ平均で、年間12万台を計画しているが、今年度は9月3日の発売から7ヶ月で10万台突破を、狙っている。もちろん日産の車種の中で最良販車種となるので、我々日本の販売ビジネスを預かる立場としても、それから、日本の100万台生産を確保するためにも、大変重要な車種。 当然、販売ランキングトップ10の上位に来る車として育てていくと日産自動車九州での記者会見で述べた。販売開始直後から好調な売り上げを見せ、販売開始から約2週間を経過した時点で月間販売目標の2倍以上に当たる21,880台を受注したことを発表。その結果、同年9月の国内販売台数が18,355台と、 なり、ハイブリッド車を除く、ガソリン登録車で、ナンバーワンの売り上げを記録。その後も2013年、平成25年4月までの8ヶ月連続で、ハイブリッド車を除く、ガソリン登録車ナンバーワンを維持した。これにより、2012、平成24年度下半期、2012年10月から2013年3月、並びに2013年上半期、 2013年1月から6月の販売台数においても、ハイブット車を除くガソリン登録者でナンバーワンの売り上げを記録したほか、2013年時の RJC カーオブザイヤーも受賞した。2016年、平成28年11月2日に行われた4度目のマイナーチェンジで300万円以下の量産型のコンパクトカーでは世界初となる シリーズ方式ハイブリッドシステム、エンジンで発電した電力をテリーに一旦蓄え、その電力でモーターを駆動して走行する方式を採用した良、e、いパワー搭載車が追加された。このマイナーチェンジで再び売り上げが伸び、発売3週間後の同年11月23日時点で、月間販売目標の約2倍に当たる2348台を受注した。全体のントが、 e パワー搭載車であった。その結果、同年11月の国内販売台数が15,784台を記録し、軽自動車、軽乗用車を含む全銘柄の販売台数で初めて1位になった。これは、e パワー搭載車の追加がきっかけとなってノートそのものが再び注目され、改めて評価されたことも大きく貢献していると分析されている。 国内向けの日産車が軽自動車、登録車を問わず月間販売台数で1位になったのは6代目 B12 型サニー全機型以来30年に過月ぶりとなる。なお、このマイナーチェンジを機に追浜工場での生産に戻された。販売台数はその後も堅調に推移し2018年には約13万6300台と乗用車。 軽自動車除く、ブランド通称名別新車販売台数で主位となった。年度ではなく、歴年による年間主位は日産車として初となる記録。背景には、前述の良い,いパワー搭載車やフリート販売などが好調であったこと、日産、ティーダなど、すでに整理された車種からの乗り換えによる積み増しと考えられている。社名の、この音、ノートは、 音符の意味と雑記帳の意味をかけている。これには日常の何気ない音に混じり、また生活を記録することで使用者の生活の一部になってほしいという開発陣の願いが込められている。同時に NOTE はトランク部分の活用モードの名称の頭文字であり、初代型のみ乗せる荷物によりの4種に活用できる。また、パリーサロンで発表されたコンセプトカーは 社名がトーンであり、こちらも音色などを表す語である。トランクはトノートの機能の順番を並び替えずに頭文字を社名に合わせることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。